自分たちはいつも見た目で判断される。不良って呼ぶ人もいればクレイジーって呼ぶ人もいる。でも本当のところ自分たちは自分らしくいたいだけ。自分たちは日本の伝統に対して尊重する気持ち、それと未来に対して異なるビジョンがある。息をして躍動するアートを作りたい。私たちの道具は揃っている。変化はもうすでに始まった。反抗できない表現である。あなたは自分らしくなる勇気がありますか？自分らしくなる勇気がある。